思い出したくなかったんですけど、佐藤で言うと僕は高校生の時ですね、入学したばっかの時なんですけど、学年で喧嘩強かったトップ3みたいないるじゃないですか。その3人からこれまた僕のクラスで一番喧嘩強かったのが佐藤くんだったんですよ。でその佐藤くんが放課後ですね、3人から今日お前どこどこの駅まで来いって言われてるわって僕に言ってきたんですよ。放課後僕ですよ。しかも何回か会ったみたいで、怠慢とか言ってるけどあいつら絶対3人で来るわってあいつらって僕に言ってくるんですよ。だからこれ普通ならオッケー俺も行くわそれは許せんなっていうのが正解じゃないですか。でもなんかその日こうめちゃくちゃ帰りたかったんですよ。本当に天気も悪かったしお腹もちょっと痛かったんですよね。だからもう佐藤くんごめんって思いながら、あーそっかーつってそのまま帰りのバス乗って帰りました。ただその、休みだったんですけど、その休み明け学校行ったら佐藤くん勝ってた。いや行けばよかった、勝つのならばっていうね。全国の匿名さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。ほんと最低ですね、ごめんなさい。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、新年こんな DM いただきました。タックさんこんばんは。こんばんは。私の学校では同学年で佐藤という名字の方が8人います。多いね。にしても多いねこれね。下の学年にも3人ぐらいいると思います。佐藤のバーゲンセール高校です。ん、佐藤のバーゲンセール、ん、近所にも別に親戚でもない佐藤さんの家が横並びにあります。もしかすると私の町は佐藤に侵略されてるのでしょうか、教えてくださいということなんですけど、今日はこのいただいた DM を元にですね、苗字に関するものを掘り下げて動画にしてきました。まあ日本一多い苗字佐藤ってこれ有名ですけど、じゃあなんで佐藤が多いのかと、これ考えたことある人少ないと思うんですよ。ちなみに皆さん自分の苗字の由来とかって親戚とかおじいちゃんおばあちゃんから聞いたりしてますか。まあ僕自身は全然わかんないんですけど、下の名前のタクに関しては完全にキムタクブームの申し子だったりするんですけど、一旦これちょっと苗字事情の概要をおさらいすると、まあこの佐藤さんという苗字、実は全国で184万人いると言われています。ちなみに2位が鈴木さんなんですよね、178万人、こう僅差なんですよ。で3位が誰だと思います、これ田中さんだと思ったでしょ。違います、実は高橋さん、これ140万人です。確かに高橋さんも多い気しますよね。だから田中さんかなと思ったんですけど、田中さんはその後の4位なんですよ。でなんで田中さんっていうのが多い印象があるのかなと思ったら、やっぱ市役所とかの記入欄のところの例のところに田中太郎って書いてあるからなんですね。あれ絶対佐藤太郎に変える方が正解ですよね。まあいいや。でこの佐藤さんに関して特に多い県っていうのがありまして、それが1位が秋田県、2位が山形県、3位が宮城県と、どれも東北の地域なんですね。だからもしかしたらこの DM くれたリスナーさんも東北に住まれてる方なんかもしれないんですけど、じゃあここで早速タイトルになってます、佐藤さんはなぜこんなに多いのかについて話していきます。まずこの佐藤の苗字のルーツに関して、これがなかなか面白くて、いくつかまず諸説っていうのがあるんですよ。まずこの佐藤さんって苗字はもともとはあの藤原氏から来てると言われています。時は平安時代まで逆上がりするんですけど、この当時は京都に藤原っていう名前を名乗る人が多くなりすぎて、その中でも出世コースから外れてしまった藤原氏っていうのが地方に分散して、そこの地名にちなんで、例えば武蔵に移った藤原氏だったら武藤、伊勢に移った藤原氏なら伊藤とか、こういった感じで呼ばれるようになっていたんですね。で他にもですね、まあ、近藤、加藤、安藤とか、藤が後ろにつく方、言い出したらキリがないじゃないですか。これも実は地名プラス藤原の苗字だったりするんですよ。でこの佐藤に関しては藤原の君清という方がですね、一番最初に名乗ったと言われていて、これもいくつか説があるんですけど、一つ目が左衛門の城っていうね、まあ、重要な役割だったから頭文字の左っていうのが佐藤の佐に変化して佐藤になったっていう説。次に二つ目、佐野っていう地名に住んでいたからそこから取って佐藤説。三つ目、佐世の国主の職についていたから佐藤説っていうのがあると言われています。ただここで全国の佐藤さんにちょっと悲しいお知らせなんですけど、じゃあ佐藤さんが全員その藤原氏の子孫かって言われたらそうってわけじゃないんですよ。それだけだとここまで多くならないんですよ。ちょっと後からまた詳しくお話しするんですけど、まず苗字ってなんでできたかっていうと、成り立ちに関する歴史なんですけど、時代がさらに三段ジャンプして明治時代ですね。この時豪族とか武士以外にも苗字持たせようってことになったんですよ。その時はね、苗字ない方多かったんですよ。この時で定められたのが平民苗字必勝義務令つって、もう国民全員強制的に苗字っていうのをつけてください、名乗ってくださいよっていう風になりました。とはいえですね、今まで苗字持ってなかった人は突然自分の前に何かをつけないといけないって、これすごい難しいじゃないですか。もうみんな苗字これ何にしようってなるわけですよ。まあ、それを見た政府がこうなるだろうなということで、この時にですね、まあ苗字っていうのは、まあ例えばこんな名前ですよみたいな感じでいくつか例を出したんですよね。でそのうちの一つに佐藤さんっていう名前入ってたんですよ。ほんならそれを見た国民が、あじゃあそれでいいやっつって、そのまま佐藤さんと名乗り始めたらしいんですよ。いやマジでじゃないですかこれ。いや多分政府も、いやそれじゃまだみんな一緒になるやんって絶対思ったはずなんですよ。ちなみにですけど、この2番目に多い鈴木さん、これも政府が出した例に上がっていたんで、この説結構有力なんじゃないかと言われています。今で例えると、その日本政府から苗字かぶり増えてきたんで、ミドルネームつけてくださいって言われたら正直困惑しませんか。まあ例えば漢字一文字でいいですよ、心とか楽とか空とか、じゃあ俺空にして沢村空拓でいいやって、まさにこんな雰囲気なんですよ。じゃあなんで佐藤さんというのは東北地方に多くなったのか、これはですね、朝廷の力が少しずつ弱まって武士が力をつけてきた頃です。
ですね。この藤原氏の多くは地方に散らばってったんですけど、さっき言ったみたいに、普通は支配してる苗字をそのまま苗字にする武士たちとは違って、このなぜか東北地方に行った藤原氏の末裔っていうのが、京都から離れてるし大丈夫だろうということで、自分の権力を誇張するためにあえて藤原と名乗り続けた人が多かったんですね。なんかちょっと不甲斐っすよね。でもそっから佐藤に変化していったっていう感じなんですけど、でちょっと余談なんですけど、東北地方みたいに都心と違って人口密度が低い地域とかって、一つの佐藤さんの苗字でも本家の佐藤さん、川上の佐藤さん、山下の佐藤さんみたいに一つの苗字でさらに区別することから、同じ苗字の人が多いというふうに言われてます。確かに僕が住んでた田舎もそうなんですけど、同じ苗字の人が多いイメージ勝手にありますよね。別に親戚じゃないけどみたいな、だから遠い親戚とか言いますけど、こう見るとめちゃくちゃ遠いやんと思いますよ。あともう一つ苗字に関するちょっと面白い歴史なんですけど、皆さん姓氏苗字これ違いって分かりますか？これたまに、あら姓氏って生命と氏名よねとか、苗字は上やったよねとか、現代では全く同じ意味で使われてるんですけど、平安時代以前というのは全く別物だったんですよ。まずこの氏っていう宇治っていうのが血縁集団の呼び名で、この姓がカバネなんですけど、これは天皇から与えられた称号みたいなものだったんですよ。で苗字これ全く別物です。ただ天皇からもらえるこのカバネっていうのが、マヒト、アソン、スクネ、イミキ、ミチノシ、ミオ、ムラジ、イナギ、これ8種類だったんですよ。で時が経って、その中で一番地位が高いアソンっていうカバネが、さっきの藤原氏みたいに結局溢れかえてしまったんですよ。でこの平安時代になると、アソンっていう称号が源氏、平氏、藤原氏、立花氏っていうね、この4つの皆さん聞いたことがある氏族がもうほぼ独占したんですね。いやだからそれ区別しないと名前の意味がないよということで、名前をどんどん複雑化したんですね。で最終的には、じゃあまず一族を表す宇治、そして身分とか地位を表すカバネ、で自分の家ですね、直系の血族の集団を表す苗字、さらには役職とかポテンシャル、その人がどこまですごい人かを表す官位、ここにもさらに個人の通称名、ニックネームみたいな、その名前のあざなですね。でさらに個人の本名、意味なっていうのが、これらを全部合わせてフルネームにしましょうと、めちゃくちゃ名前長くなったんですよ。だから皆さんが知ってる織田信長、この方も実はフルネームでいくと、平の阿孫織田津佐之助三郎信長と、徳川家康だと源の阿孫徳川二郎三郎家康だそうです。嘆いて、いやマジでこれ変わってよかったですよ。このまんま言ってたらテスト大変ですよ。織田之助氏だったっけみたいな、もうこれめんどくさいですね。ただね、一方武士とか貴族以外っていうのは最初は苗字を名乗ってよかったんですけど、鎌倉時代以降ですね、だんだんなんか平民も苗字持ってるってことに対して武士から当たりがきつくなってったんですよ。いやこんな複雑化したからやろって話なんですけど、でなので武士と一部の位の高い庶民を除いては苗字を名乗るの禁止になってたんですけど、ただこれが変わったのが、さっきも佐藤さんの下りでちょっと言った明治時代ですね。平民絶対苗字つけてくださいねっていうね、その義務令が発令されて、みんなが苗字を名乗らないといけなくなったんですよ。そして現在日本には30万種ほどの苗字が存在すると言われています。これもね、実はめちゃくちゃ多い方なんですよ。例えばお隣の韓国だと苗字っていうのは300種類ぐらいしかなくて、一番人口が多い中国でも4000種類ぐらいなんで、待ってくれ、30万、これ今まじまじ読んだけどすごいですね。じゃあ彼らまずどっから苗字取ってきたのかと、よくある日本の苗字ルーツなんですけど、まず苗字をつけるときに、元祖ですね、地名からそのまま取ってしまおうということ。例えば佐々木、今井、足立、中野、荒川とか、その住んでいた村とか町からそのまま取った苗字ですね。あとは住んでいたおおよその場所とか地名をそのまま苗字に採用したパターン、例えば田んぼの真ん中に住んでたんで田中でいいやとか、あと山の入り口に住んでたから山口さんとかね、丘の西側にいたから西岡さんみたいな、こういった場所とか東西南北とか本家から見てどの方向に住んだかを示す上下中前奥とか、こういった漢字が入ることが多いです。あとはですね、職業から取ったパターンというのもありました。例えば高い柱を建てる、すなわち大工さんをしていた、これが高橋さんなんですね。あとは服を作っていた、衣類とかを作っていた服部さん、こう服って名前つきますよね。でさらに占い師をしていた浦部さん、荘園の管理をしていた庄司さんみたいな、こういった苗字の方がこういうの当たります。なので今動画を見てる皆さんのおそらくほとんどの方がこういった地名とか地形、職業、どれかが由来の苗字になってると思うんですね。じゃあここで逆にめちゃくちゃ珍しい苗字って何なのかなと思って今回調べてきました。ちなみに場所の名前で日本で一番有名な場所って東京じゃないですか、日本の首都なんで。ただこれ江戸から変わったじゃないですか、だから意外と東京さんって全国に10人ぐらいしかいないめちゃくちゃ珍しい苗字なんですよ。これちょっと意外ですよね。そんな珍しい苗字なんですけど、10世帯未満の苗字ですね。これでいくと、キララ、回り道、おぶき、猫屋敷さん、しめたさん、みない、杉屋敷、家花、ししお、ししおさん、めちゃくちゃかっこいいですよね。確かに僕はこの苗字の人一人も会ったことないんですけど、そしてその中でもさらにスーパーレア、もう下手したら1世帯しかいない名前が、デコモリ、エイクラ、タデマル、そして東京、ペンギン、コオロギ、カデノコウジと、こういった苗字の人たちがいたら、実質日本で一番珍しい苗字を持ってるってことになるんですね。あとはたまに動画でも話すんですけど、僕の昔から仲いい友達のハーフのやつがいるんですけど、そいつの苗字はなんかドイツでもめちゃくちゃ珍しいみたいな苗字で、俺はさらに日本のハーフだから日本で唯一無二の一番珍しいハーフだみたいなことを
自慢げに言ってたの思い出しましたね。あそうなんやつって、で終わりましたけど、であとはちょっと調べてたら苗字に関するゾッとする雑学みたいなの出てきまして、まあ、僕と深く関わってる方ですごい珍しい苗字の方がいるんですけど、それがですね七不思議の大赤身さん。大赤身って本名なんですよ。でこの方動画で話してた内容で検索してはいけない苗字に関するお話なんですけど、まあ、ちょっと詳しくは概要欄の七不思議さんの動画見てほしいんですけど、この意外と苗字にもね結構怖い意味が入ってたりすることがあるみたいでして、でちょっとざっくり話すと、あノブさんが昔中学の頃集合写真撮ったらこの大赤身さんの顔だけ黒いもやみたいなのがかかってて、それをお父さんに見せたら大赤身っていう文字検索しないでねって言われて、なんか数珠渡されたと。で時は過ぎて大赤身さんが芸人になったある日ですね、お父さんの忠告を破って検索したんですって。そしたらその後車にどでかい氷の塊が落ちてきたりとか、夜中に目を覚ますと老婆がいて一緒に死んでくれって言われたりとか、この時から身の回りでいろんな怪奇現象が起きるようになったというんですね。まあ、ちょっと詳しくは七不思議さんの動画チェックしてみてください。怖いわこの人。あとはこの漢字っていうのも意外とゾッとする成り立ちみたいなありますよね。ちょっと軽く紹介すると、方法の方とか、これはもともと木に吊るされた死体を表す漢字なんですね。中国発祥じゃないですか漢字って。でこれが昔魔除けのために行っていたそうで、あとは飛砂っていう漢字ね、これは死体が起き上がるとか、死体が起き上がるように添え木で支える様子を表してるとか、あとは取るっていう漢字で、ね、この耳に股なんですけど、これは戦で相手の耳を切り取った様子から取るなんですね。さっきも言ったこの赤っていうのも、あの処刑されてる人が下から火で焼かれて血が吹き出してる様子を表してると言われています。まあただこれは苗字のルーツというよりは、まあ、漢字のルーツですよね。象形というかその様を表した漢字っていうやつですね。まあこれもちょっと皆さん気になれば面白い雑学としてね今度紹介できたらなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日はですね日本に一番多いと言われてる佐藤さん、この方に関する話とか苗字にまつわるいろんなお話をしました。まあなんかやっぱこう苗字の歴史とか由来とかって当たり前にありますけど、調べてみると面白いですよね。ちょっと自分の名前漢字特殊だなとかね思う方はね、おじいちゃんとかもともとその一家がどこの地域の出身なのかとか、その地域の歴史とか調べてみるとなんか面白いことがわかるかもしれません。もしねリスナーさんの中に私僕珍しい苗字ですよとかいう方がいれば、ぜひコメント欄までお願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。あのイングラ野球なんですけど問題です。今から120年前の世界の平均寿命を答えなさい。正解は約31歳です。つまりゆゆた兄貴はもう死んでます。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタクです。お願いします。さあ今日なんですけど、そんな寿命のお話でございます。ただ寿命とは言っても人ではありません。そう、国です。以前ですね僕のチャンネルで日本において消滅する可能性のある都道府県とかについて取り上げたんですけど、その時にですね日本だけでなく海外の紹介もお願いしますというのがちらほら来ておりまして、その中に消滅する芸能人も教えてくださいって来てたんですけど、それはまた動画の経路変わってくるやろって話で、これはやりません。でさらに直近の動画でも東京が世界一危険な都市と言われているもう一つの理由として、まあ、地震であったりとか水害であったりとか災害大国である日本だからこそ消滅する可能性があるということについて紹介しました。ぜひ概要欄貼っておりますんで、もうほんとちゃっと見てください。で改めて今回ですね、まあ、この日本だけではなく今後世界でも同じように消える可能性があるんじゃないか、もうカウントダウンが始まってるんではないかと言われてる国、そしてその理由について調べてきました。まず最初にですね、国が消えるってどういうことと、まあ日本みたいに地震とか水害で国そのものが海に沈むっていう場合もあるんですけど、どちらかというと消えたっていうよりも、まあ、国名が変わったとかそういったものが多いんですよ。ちょっと紹介していくと、ソビエト連邦なんかそうですよね。1922年から1991年まであったんですけど、この国知らない方少ないと思うんですけど、まあ、現在のロシアに当たる国ですよね。まあ、簡単に区別すると1922年から91年の間の国名がソ連で、それ以降とそれ以前の国名がロシアなんですね。まあ、変化したって言い方の方が正しいです。でこの国というのは社会主義の理想を抱えて大失敗、まあ、一時は世界の超大国としてアメリカと冷戦を繰り広げた国家だったんですけど、ただまあ時代が社会主義ではなく資本主義中心になって、徐々に勢力が押されていったことによって1991年に崩壊しました。次にベトナムなんですけど、この南ベトナムというところ、これは1945年から1976年までです。はい、まあ、このまずベトナムっていうのが社会主義共和国として知られてるんですけど、挨拶はチャオボーイさんですね。もともとこの南ベトナムっていうのは冷戦期の社会主義と資本主義の戦いによってベトナム共和国に対抗する国家としてベトナム戦争下の1969年に生まれた分断国家なんですよ。ただまあ最終的に現在のベトナムに1976年に吸収されてベトナム社会主義共和国になりました。で今流しながら聞いた人、何のこっちゃだったじゃないですか。もっと何のこっちゃあります。それがユーゴスラビア連邦共和国。こちら1992年から2003年なんですけど、この国が冷戦の終結とともにまず誕生して、そしてこのユーゴの解体の中でセルビアとともにユーゴスラビア連邦共和国を設立。その後ですね、セルビアモンテネグロに国名が変更されて、でモンテネグロ共和国として独立を宣言っていうね、まあこの紛争とかすごい多くてこうなったんですけど、でこのユーゴスラビア国家の事実上の最後の体制っていうのがセルビアモンテネグロ。何これ。でこの2006年にモンテネグロ側が独立を宣言
言したんですけど、その時にもうセルビア側も独立宣言と継承国家宣言をしたことで消滅したという感じなんですね。はいと、まあ何のこっちゃ、僕も正直何のこっちゃです最後。ただこのように過去を見ていきますと、国そのものが消えたというよりは場所自体は残されている状態で、国名がいろんな内部事情によって現存してるという国がほとんどです。それで言うと中華人民共和国みたいに、まあ、長い歴史の中で何回も新しい国が生まれては滅んでっていう現実もあって、まあ、今先進国と呼ばれている国が必ずしもずっと平穏でやってきたというわけではないんですね。じゃあここから本題の部分なんですけど、まあ、今言った理由とは違う理由であったりとか、この先20年以内にはこういった形で消滅するんじゃないかっていうね、その可能性が高いと言われている国を紹介していきます。まず一つ目、中国。はい、これは意外ですよね。あの人口はもう14億、国土は9597万平方キロメートルですね。この大きな理由いくつかあるんですけど、まず大気汚染です。それが PM2.5 っていうの聞いたことありますよね。だいぶ前なんか流行りましたよね。これ炭素成分、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩の他、ナトリウム、アルミニウムとか無機元素を含むめちゃくちゃ小さい野郎のせいで健康被害が起きるんですね。これがですね、日本にも中国から来てるっていう風に思いがちなんですけど、実は九州を見ると中国から来てる量の方が多いんですけど、関東圏はもう5割ぐらいは工場、自動車、発電所とかガソリンスタンドとか、もう日本から発生してるってことが多いです。これがですね、中国では2013年ですね、この影響による早期死亡者がおよそ26万に達してるって報告があって、環境問題の研究グループが2020年ですね、オンラインで立ち上げた空気清浄化カウンターというものがあって、この大気汚染によって北京と上海だけで推定4万9000人の死者、230億ドルの経済損失がもたらされていると報告しています。さらにはですね、2018年5月には世界保健機構 WHO ですね、これが PM2.5 による大気汚染が世界的に拡大している肺がんや呼吸器疾患など年間でいうと約700万人が死亡しているという発表までしております。はい、だからつまりまあこれは世界の課題でもあるんですけど、これがねもう中国だと視界が見えないぐらいになったことありますよね。さらにこの人口が多いでおなじみ中国でしたけども、去年ですね2022年の人口というのが2021年から85万人減ってるんですよ。これ60年ぶりに減少してます。でこれね、実際2016年に一人っ子政策っていうのは廃止したんですけど、7年経った現在でも出生数は緩やかに下り続けて、人口のマイナス成長期に入ってるとも言えるんですね。でさらに最近ですと金融政策が不発とか、ゼロコロナ政策で1000万人ぐらいが失業するという報道もありました。で同時にですね、なんか医療機関の数を減らすっていうこともしてたんで、中国の病院協会がコロナ禍で2000ぐらい超える私立病院倒産したんですけど、これどうするんですかと発表してます。なのでこのことから2030年までに中国国内の飲料水は不足して早期解決を行わないと、環境面そして経済面でも2050年まで持つかどうかというところだそうです。ちなみにあの某掲示板に現れた2062、これ自称未来人なんですけど、この方が言うには中国はもう存在していなくて、アジアの大半がインドになってると言い残してます。でこの理由がですね、まあ、中国の破綻というよりは自滅だと。詳しく書けば長くなる、大きな赤ん坊イコール中国という謎の暗号を残しています。大きな赤ん坊って何でしょうね。ただこの環境汚染というのが一つの国を消滅させる可能性があるのかっていうのは、ここは正確には分からないところです。次です、2つ目、スペイン。はい、こちらスペインはですね、主な理由が経済の悪化です。始まりが2008年のリーマンショックなんですけど、世界的な金融危機ですよね。不動産バブルが崩壊して、多くの銀行が巨額の不良債権を抱えてからですね、スペインでは25歳未満の失業率がもう 50% 近くになってます。これによって国内企業への融資は止まって、解雇された失業者が増えて、結果的に大量のホームレスが増えたとされてて、これに伴い治安の悪化も懸念されています。さらに近年では新型コロナウイルスの流行、そしてロックダウンによる社会活動の停滞、経済格差がリーマンショック以降どんどん広がっていってるという状況なんですね。でちょっと詳しい全体の失業率なんですけど、 EU の統計からですね、2020年12月時点 EU 加入国ではこのスペインというのが最も多く 16.2%、 そして若年層の失業率、さっきも言いましたけど、見ると約 41% に上ってて、まあ、その数にすると約60万人ぐらいが失業状態にあります。また中央政府と地方の間に大きな分断があります。それがカタルーニャ独立運動です。こちら2017年ぐらいに独立したい場所と政府とでこの争ってるんですけど、あの2017年ぐらいに独立の住民投票あったんですけど、7割ぐらいで可決されたんですよ。ただ中央政府がこれに猛反発、これが加速して他にも独立したいってところが増えていけば、国自体が分裂して国の名前がさっき言ったみたいに変わったりする可能性も高いと言われてるということです。次に3つ目、ベルギー。はい、こちらは EU の首都ブリュッセルがあるこの国はですね、金融とか通信の面では世界有数の規模なんですよ。消滅しねえだろうと思うんですけど、この理由が紛争なんですね。まずこの国っていうのが、地域がオランダ語圏の北部フランデレン地区、フランス語圏とドイツ語圏で構成されてる南部のワロン地域、そしてフランス語オランダ語の2つの言葉を併用するブリュッセル首都圏の地域、この主に3つに分かれてまして、なのでそれぞれにも地域の政府があるんですよ。なので生活習慣とか文化とか全然違うんですね。で90年代末ぐらいまではヨーロッパ統合の動きを国が推進したってこともあって、統一っていうのが維持されてきたんですけど、この2000年に入ってからこの南と北の間の経済格差っていうのが広がったことを背景に、これ一緒にしててもこれ何なんだということで、北部とオランダ語圏と南部とフランス語圏の対立っていうのは深刻化してると言われています。まあ、そのためこの2つの地域が国として分かれてしまうのではないかと推測されてるんですね。最後です、これはどうだろうね。4つ目、北朝鮮。はい、これは言わずもがなでした。はい、というわけでいくつか紹介したんですけど、やっぱりこの先なくなる可能性としては、食糧難とか経済危機とか紛争で分
裂が起きて消滅の可能性ですね。まあ、ここはね、日本もどうなのかというところなんですけど、まあ、日本は災害の方がなんか身近な気はしますよね。ただ他にもですね、こういった環境とか災害で消えるかもしれない国って日本以外にもあって、まずオランダ。この国まず表面積のおよそ半分が海抜1メーター未満なんですよ。で、1953年に発生した高潮による北海大洪水というのがあったんですけど、この時南西部の広い地域が完全に水に浸かりました。冠水です。1900人近い死者を出しています。まあ、さらに言うと国土の4分の1は海面より低い場所にあるので、堤防とかの治水対策が絶対必要なんですよ。この海抜0メーターとか1メーター未満の危険性については以前解説してるんで、概要欄から見てね。あとはキリバス共和国というところ、ここもまあ島国なんですけど、ここはあの最も早く太陽が昇るとされてる国なんですけど、平均海抜が約2メーターとちょっと余裕があるんですよ。ただ高い山とか丘がないんですよ、山岳が。さらに珊瑚礁の島なんで逃げ場がないと。なので2050年には 25% から 80% は幅広いんですけど、海水に侵食されてしまうと言われていて、すでにこのキリバスからもう2000キロ離れた異国フィジーに移住しようということも行われてるみたいです。はい、まあ、ちょっと話を戻して、この日本ですね、他の国から見た日本ってどうなのかなという話なんですけど、あのテスラの CEO のイーロン・マスクですね、去年5月に日本人はいずれ存在しなくなるだろうとツイッターに投稿してました。うるせえな。まあ、ただここは言うまでもなく出生率ですよね。人口減っていくと交通機関もそうですし、通信施設、電気ガス下水道とか、社会のインフラ、国防、警察といった国家機能を維持することですら難しくなるというのは必然でして、地方都市なんかは住民は年を取っていき、活力もなくなった街には高齢者が溢れて急速に衰退する、死にゆく街となると言われています。さらに2033年、全国で2150万と全住民の約 30% は空き家になると予測。2050年にもさらに空き家の数が増えて、無人の家が各地で放置、朽ち果てていくとされています。一つ例として静岡市ですね、ここは今最も急激に人口が減っていると言われてて、2040年には現在の約70万人から2割も減って56万人弱になると予測されています。これを見るとですね、まあ、早くこの地方自治体っていうのは国をもってね、具体的な政策とか有効な手段を構築しないと、このようなもうごく普通の街っていうところでさえこの先人口は減ってって、最も急速にそして消滅していくことになるんじゃないかということでございます。これはもうどうにかした方がいいですよね、日本さんね。やっぱ育児の保障っていうのはもっと手厚くして、やはり出生率を上げていくしか方法はないのかなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今後世界で消える可能性のある国について紹介しました。この持続可能性の高い街とか言うんですけど、この対策とかそれを行わないといけない期間というか、大体あと10年ぐらいと言われてるんですよ。つまりあと10年間変わらず下がり続ければ、バッドウィンドということです。まああんまりね、パッと時間わからないですけど、まあ皆さんですね、この日本の20年後の姿、これどうなってるか、予想をですね、ぜひコメント欄までお願いします。今日は以上です。動画の感想とありましたらコメント欄お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、視聴者さんから連日リクエストいただいているものになるんですけど、ちょっと真面目なやつですね。タックさん、こんばんは。こんばんは。いつも動画楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。最近 WBC や大泣きガーシーさんのニュースをたくさんテレビや SNS で拝見することがあるんですが、その中の国会にて緊急事態条項について議論が進んでいるのにもかかわらず、全く報道されていないことにとても違和感を感じます。 Twitter や TikTok などでなぜ緊急事態条項について報道しないのかなどの声が上がっています。影響力のあるタックさん、緊急事態条項が可決した際、国民にはどのような影響があるのかなどまとめてください。よろしくお願いしますということなんですけど、こちらありがとうございます。以前もちょっと軽く取り上げたんですけど、今日はこの緊急事態条項についてがっつりとお話していきたいと思います。まあ、そもそも何なのかっていうところから、まあ、全く知らないよって方もね、分かるように、一からちょっと概要的なところからお話ししたいと思います。今日はこれでがっつりいきたいと思いますよ。真面目によろしくお願いします。じゃあそもそもこの緊急事態条項って何なのかっていうところなんですけど、平時を前提とした政府の通常の運用では有効に対処することが難しい緊急事態が発生した場合を想定して、一時的に権力分立や一定の人権を制限しながら迅速に非常事態の収拾を図る規定ということです。ちょっと難しい言葉入ってたんですけど、ちょっと噛み砕いて説明しますと、まあ、要は例えば戦争とかテロ、大規模な災害ですね、あとは今回のコロナパンデミックみたいなウイルスが蔓延するとか、こういった国の非常事態の際にですね、何よりも意思決定にスピード感というのが求められるんですよね。早ければ早いだけいいってことの方が多いんですよ。っていうのもやっぱり緊急っていうのは急にやってくるから緊急なんですね。これめちゃくちゃ当たり前のこと言いますけど、だからこれがね、常に急なんですよ、急なんですけどとか言ってるやつはめっ。でこの何か起きて内閣が決めたことを国会通して裁判所通してとか、まあ、そういう風にいちいち通してたら時間があまりにもかかりすぎますよねっていうことで、こうした非常事態の時にだけ一時的に政府の権限っていうのを強化して、まあ、内閣が単独で法律を決めれるようにしようっていう規定なんですね。でこれ中身については後ほど詳しくは説明するんですけど、現在のこの日本国憲法っていうのは法律の制定を内閣に丸投げしましょうねっていう規定って盛り込まれてないんですよ。じゃあなんでこれが今更必要になったかっていうと、まあ、今更っていうよりはきっかけとしては東日本
大震災からなんですよ。まあ、災害とか津波の被害とかの対応もそうなんですけど、やはり原子力発電所からの放射能漏れの国の対応とか、こういった緊急時の時の国民への安全を守るための法律が少し足りてないんじゃないかっていう指摘が多かったんですね。っていうのがやはりですね、まあ、すぐに何とかしようとなっても今のままの法律じゃ緊急時であっても国民に対して最も人権の制約が少ない手段を常に選ばないといけないっていうのがあるんですよ。そうしないと憲法違反になってしまうんですね。まあ、これが経済的自由に対する消極目的規制とか言ったりするんですけど、まあ、このままじゃ非常時なのに、まあ、一番有効な手段を選ばないといけないけど、まあ、それだと人権に制約ができてしまうから人権の制約が少ない手段を優先しないといけないってなるんですよ。これがね、じゃあもっと非常事態が起きた時どうするのかと、そういった対応としてこれはどうなのかということで、平成24年頃ですね、自民党はこの緊急事態条項を憲法改正草案っていうのに盛り込んだんですね。これどうですかっていう。とはいえですね、まあ、僕たちが従ってるこの国民が従ってる法律を定める権限をですね、いくら緊急だからといって内閣の独断の判断に任せて大丈夫なのかっていうところなんですよね。まあ、この辺が今日の一番のポイントになってくると思うんですけど、じゃあ次にですね、この緊急事態条項に対する世間の反応なんですけど、まずつった方、こちら今ハッシュタグ緊急事態条項反対というハッシュタグ作られてまして、かなりすごい盛り上がりを見せています。でさらにこの緊急事態条項に関しては現在21万ツイートを超えています。でこのハッシュタグからも分かるようにですね、ツイッター上では反対意見が目立ってるわけなんですけど、で中でも多いのがこの緊急事態条項によって独裁政権になってしまうんじゃないかという懸念の声ですね。じゃあこれが陰謀論かって言われるとそうではありません。まあ、根拠もなしにもちろん言ってるわけじゃなくて、実際歴史的に見てもですね、あのナチスの独裁政権の道を開いたその始まりっていうのがこういった緊急事態条項だと言われてるんですよ。っていうのまでざっくりと話すんですけど、ヒトラーですね、あの独裁者ヒトラー、あの人が現れるまでのドイツっていうのはワイマール憲法といって、当時は世界で最も民主的な憲法だったなんて言われてたんですよ。ただそれがあっという間に、ふと見なかった間に10年ぐらいですよ、それが覆されてユダヤ人の大虐殺まで行き着いたわけなんですよね。このヒトラーのナチズムっていう考え、これ振り返ると最初から国民の大多数が熱狂して爆発的な盛り上がりを見せたかって思われがちなんですけど、別に最初はそんなことなかったんですよ。このヒトラーが就任する直前のナチ党の得票率ってのが 33% で大体3分の1ぐらい、どちらかというと少数派の政権だったわけなんですよ。で選挙戦の終盤にですね、国会議事堂が炎上するという事件が起きまして、ヒトラーはですね、これを共産主義による犯行だって決めつけて、国民と国家を防衛するために大統領緊急令というものを発令したんですね。これが緊急事態条項に似たものなんですよ。これによりですね、司法手続きなしに被疑者を逮捕できるようになったんですね。で選挙で議席の過半数を獲得した途端ですね、次は受験法といって、あらゆる権限を内閣に集中させる法律を作って、仕上げにですね、大統領と首相の役職を統一するドイツ国元首に関する法っていうのを作りました。この動きによるですね、ヒトラーは長年のこの独裁体制を築くことができたと言われています。まあ、もちろんもっと心理的な要因もあったと思うんですけど、でまあ話を戻しますと、ツイートの内容で多かったのが、国民が野球に夢中になってるうちに緊急事態条項の条文取りまとめが進もうとしている、緊急事態条項について報道しろ、クソゴミテレビみたいな、まあ、こういったマスコミと国会の関連性を指摘するようなツイートですね。法律が動くタイミングで国民の目をそらすために薬物で芸能人を逮捕する、まあ、こういったちょっと陰謀論チックなこと聞いたことないですか。まあ、最近だと道端ジェシカさんがこの間逮捕されてましたけど、まあ、実際2013年ですね、麻生当時の副総理ですね、いや憲法もある日気がついたらドイツのようにワイマール憲法がナチスの憲法に変わっていたんですよ、あれはもう誰も気づかないで変わったんだ、あの手口を学んだらどうかねっていうね、まあ、こういう発言をして過去にボロクソに叩かれたことありました。まあ、これがマスコミに対して意図的な指示があるとはもちろん言い切れないですよ。こんなもん公に出たら偉いことですから。やっぱこの日本っていうのは常に何かやってるんでね、まずどのタイミングでも、いやこれを隠すためだったんじゃないのかっていう風な、まあ、こじつけることはできるんですけど、でもまあいつの間にか変えたりとか、まあ、政府に不利な報道が出た時に芸能人を逮捕して国民の関心をそっちに向ける、メディアで国民の関心をコントロールすることが不可能かって言われると僕は絶対そうじゃないと思いますね。ただこれをやってるかって言われると、僕は証拠を持ってないんで絶対やってますとは言い切れません。ただ僕は不可能ではないということを言っておきます。もっと広くこう世界で見ていくと、陰謀論っていうのは本当に隠したいものにまず目を向けさせないために、その上の方でさらに陰謀論を作ってしまうっていうね、そういった違う情報の方に誘導するっていうやり方はあるんですよ。でちょっと小出しにしていくとかね、オープンシークレット、ダップンブルーレットとかね、言うてる場合かって昔1回で終わった企画ありましたけど、まあそれはいいとして実際にあったりするんですよ。ただまあ確かにね、この緊急事態条項に関してはこの事柄の重大さに対して報道があんまりないなっていうのは僕の感覚でもありますね。あとはこれに付随してツイッター上では、緊急事態条項関連のツイートをすると消されるっていう現象が今話題になってるそうなんですよ。なので僕もね、個人的に気になったんで、これ動画上げて緊急事態条項つってあのハッシュタグいっぱいつけてますね。なのでもしこの動画僕何も触らないんで消されたら、あ本当に消されるんだと思っておいてください。じゃあ次にこの緊急事態条項、これが制定された場合、我々国民具体的にどういった影響が出てくるのかっていうところを調べてきたんですけど、まずちょっとおさらいすると、まあ、これを設けることによっての最大のメリットなんですけど、それはもうお分かりだと思うんですけど、緊急事態が起きた時に国が最も有効かつスピーディーな対策を取ることができるというところですね。じゃあ逆にこれを設けることによって考えられる具体的なデメリットなんですけど、これさっきも言ったように、緊急の名のもとにこれまで当たり前だった個人の自由が失われるっていう可能性があるというところです。まあ、具体的
的に例を挙げるとすると、まあ何でも言えるんですけど、口座凍結とか預金封鎖とか財産の没収ですね。例えば日本がもう財政赤字で破綻しますっていう名目で、緊急ですから全国民の預金を強制的に閉じた上で財産を没収するということが理論上可能になります。次に兵役の義務強制ですね。例えばロシアが侵入してきたとか侵入してくるってなったっていう緊急ですよっていう理由から、韓国みたいに国内の成人男性を徴兵して戦場に送り込みましょうということが可能になります。次に通信の秘密が消滅。例えば国内でテロの危険性がある、これは緊急ですよということで、まあ、全国民の通信を長期間監視することが可能になります。次に知る権利の剥奪。これはですね、緊急時に誤った情報が流れすぎてちょっと大変なんで閉じますねというふうに SNS を使えなくしたりとか、まあ、政府の都合でマスコミの情報が厳しく制限されたりとか、国民が正しい情報を得られなくなる、自分で判断できるような情報じゃなくなるという可能性はあります。まあもうこれはすでに起きてるという意見もあるんですけど、次に言論の自由封殺。まあ、これは例えば緊急時こういったことが起きて政府がこう対策します、緊急事態条項を発令しますよってなった時に SNS でちょ何言ってんだというふうに反対意見を発信すると、もこれがどうなるか、内乱罪として扱われて逮捕されるという可能性があります。これも中国パターンですね。でまあちょっと直近のものでいくと、ワクチン接種の強制ですね。まあ疫病とかウイルスの蔓延防止っていう名目で国民全員に強制的にワクチンを接種させることが可能になります。だから今回もワクチンの接種自由ですよっていうのもあったし、ロックダウンもできなかったじゃないですか。人権っていうところがあるんで、法律よりも上なんで、そこは強制することができなかったんですよ。それを今後これが取り入れられたら、法律と同じ効力で行使することができると、まあ、そこがちょっと怖いんですよね。つまりは緊急事態にさえしてしまえば、この政府はいつでもこの強力な権限を入手できてしまうんですよ。かつですね、2012年に自民党が発表した憲法改正草案によると、そもそもこの緊急事態の発令の発動要件というのが、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等における大規模な自然災害、その他法律で定める緊急事態というのが定められてるんですけど、国会の承認というのはもう全然後からでもいいですよっていう風にされてるんですよ。要は政府がもう緊急事態ですねって決めつければ歯止めが効かないんですよ。なのでそういった意味では、内閣による独裁体制を作ることだって理論上可能になってしまうんですね。なのでこれは緊急事態条項というよりは、もはや内閣独裁政権条項って呼んだ方がいいんじゃねえのみたいな意見があるのはここなんですよね。ここだけ聞くと確かにそのまま通して本当に大丈夫なのと思っちゃいます。じゃあなぜこの憲法改正が必要と考えるのか。これはもう一方でですね、逆に今まで憲法にですね、こうした緊急権を制度化した条項がなかったのもそもそもおかしいという意見もあるんですね。まあ、海外見ると広い意味ではこの緊急事態条項に似た規定って確かにあったりするんですよ。まあ、厳密に言うと 93% ぐらいの国では憲法にしっかり取り入れられてまして、1990年から2021年まで新しく憲法を制定した国っていうのが104カ国あるんですね。それら全ての国で緊急事態条項を定められてます。まあ、その形っていうのはちょっと様々なんで一概に全部これだって言えないんですけど、あとは賛成派というか別にやばいことではないんじゃないかっていう意見としては、憲法第9条ですよね、自衛隊名義とセットで考えてるって方、まあ、この背景としてはロシアウクライナの問題しかりですね、海外からの侵略とかそういった行為に対して不安を持たれてるって方も多いので、まあ、何かあった時に早く決めないといけないって時には大事なんじゃないかと、国を守るための最低限の武力は必要なんじゃないかという意見ですね。まあ、この独裁を敷いたところで何が得になるのかというところですよね。そこを読むのはちょっと難しいですよね。ただ今言った他の国でも憲法で定められてるからっていう意見、まあ、これ厳密にはちょっと違うんですよ。確かにこの緊急事態条項を定めてる国は多いんですけど、まあ、条件であったりとか発動の内容っていうのが細かく決められてるんですよ。例えばドイツなんかは以前の反省を一番踏まえないといけないんで、緊急事態下でも連邦裁判所の活動はやめてはいけないってあるんですよ。つまり政府によるこの権限の乱用を防止するっていう策があったりとか、まあ、脅威の度合いですよね、あと内容によって政府の力がどこまでしか及びませんよとか、そういった措置が変わってきたりするんですね。あとは韓国とかでも1949年から80年ぐらいまでは、まあ、この緊急措置が乱用されたって歴史があったんで、やはり国民の基本権が侵害される場合、まあ、侵害って聞くとあれですけど、そこに踏み込む場合にはですね、まあ、政府が行った緊急措置を裁判所の審査対象にすることができて、やっぱりこの権限が乱用されないためのストッパーとか、そうさせないための環境というのは絶対に存在するんですね。まあ、これ踏まえてでの緊急事態条項というのはほとんどの国で存在すると言えるんですけど、その内容を制限したりとか対処を試みる国ってのも結構あったりするんですよ。そういった意味でも今更挙げられてる日本のこの緊急事態条項というのは、海外の他の前例と比べると結構ガバガバだったりするなとは僕は思うんですよ。理論上可能っていうのがその法律に入ってしまうのはちょっとどうなんかなとはやっぱ思いますよね。やっぱそこに違和感を持ってる人っても結構多いと思います。まあ、緊急時のそのスピード感というのはすごい大事だと思います。それがただ悪用できるかもしれないよねって思われてるうちはですね、そこをクリアしていく必要があるんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで皆さん今のを踏まえてこちらに賛成か反対かとかありましたら、ぜひこの感想の動画と一緒にお願いします。あとね、ちょっとざっくりだったんで細かい補足なんかもあればコメント欄優しく教えていただけると嬉しいです。今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。
全国の匿名さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、こちらリクエストがすごい来てます。 DM を紹介しますと、タックさんこんにちは。こんにちは。最近ジャニー北川さんから性被害を受けたと告発された件が話題になってますね。しかしなぜジャニー北川さんの生前には告発されなかったのでしょうか。現状も含めタックさんの方でまとめてください。よろしくお願いします、ということなんですけど、はい、こちら僕も SNS の報道とかを見て知ったんですけど、このジャニーさんによる性加害の件ですね、これ前々から噂はされてましたよね。でもテレビなんかでは一切流れないから、黒い噂みたいな、本当はどっちなんだろうみたいな、そういったちょっと不気味な現象が起こっていたわけなんですけど、今回とある一件から再注目されています。なので今日はなぜこれまで告発する人が出てこなかったのか、そしてなぜテレビがこの件について触れないのか、お話していきます。早速なんですけど、今回あった告発、知らない方のためにざっくりと説明すると、4月12日かつてジャニーズジュニアとして活動していたカウアン・オカモト氏という方が、日本外交特派員協会というところで記者会見を行いました。この外国特派員協会というのが、外国報道機関の記者とかジャーナリストのために運営されている会員制の記者クラブなんですね。日本の大手マスコミの記者とかじゃなくて、外国人記者が会員の多くを占めていて、日本のメディアではタブーとされている質問が多いっていうのが特徴ではあるんですけど、そんな中行われた会見なんですけど、その内容というのがジャニー氏による性暴力の告発です。彼が初めて性被害を受けたのが2012年の3月、中学を卒業する直前だったそうです。その日も仕事が遅くなり、他のジュニアの子たちとジャニー氏のマンションに泊まることになったと。リビングではみんな出前を取って夕食を食べた後、ジャニー氏がそばに来て肩をマッサージして、そこでカウアン早く寝なよと言われます。この早く寝なさいとか、こういった言葉が合図みたいでして、この早く寝なさいと言われた時に、ジャニー氏の寝室かそこに近い部屋で寝ないと翌日ですね、ジャニーさんの機嫌がすごく悪くなるという噂があったそうです。なのでその日はジャニー氏の寝室から近い部屋で寝ることにしました。すると寝ている部屋にジャニー氏の足音が近づいてきて、部屋まで入ってきたと言います。ベッドに近づいてくると、足元から布団をめくり、腰の位置で横に寝てきたと。初めは最初マッサージから始めて、手がだんだんと上がっていき、下着の上から性器を触られます。次に下着を脱がされると、直接性器を触られ、その後婚姻されたというですね。そして翌日にはエレベーターの中で1万円を渡されたということなんですけど、でその後ですね、カウアンさんは2016年に事務所を辞めてるんですけど、それまでに計100回以上ジャニー氏のマンションや滞在先のホテルのスイートルームに一緒に泊まることがあって、合計で15回から20回ほど性的な被害を受けていたということを告発したんですね。今回が初めての告発かって言われるとそうではなくて、実はこの件以外にも海外で結構あったんですよ。それが最近で言うと1ヶ月くらい前ですね、3月の7日、イギリスの公共放送 BBC がドキュメンタリー番組としてこの疑惑について取材したものを放送しています。これって言ってしまえば世界配信で日本のトップ芸能事務所の性加害の実態が公になってるということなんですけど、この番組のタイトルっていうのが、プレデター J-POP の捕食者秘められたスキャンダルっていうもので、これがもともとジャニーズに所属していた男性たちに現地記者が直接取材をして性被害の実態について追及していくってものだったんですけど、ここで放送された方、名前伏せられてたんですけど、まず H 氏、彼は15歳の頃ジャニーズ事務所に履歴書を送ってオーディションに参加、その時ジャニーさんと初めて対面をしたと。で彼はジャニーさんに対してはすごい気を使ってくれて優しい人っていう印象を抱いたそうなんですけど、この印象はすぐに崩壊します。ジャニー氏との対面からわずか1週間後、 H さんはジャニーズの有望株のみが出入りを許可されている合宿場に招かれたというんですね。そして到着すると、そこにジャニー氏が待ち構えており、少しくつろいだ後お風呂に入ってきなさいと入浴を勧められます。これに従った H 氏がシャワーを浴びていると、突然浴室に乱入してきて、まるで人形のように体を洗いながら甘い言葉を支えてきたそうです。そこからさらに行動はエスカレートして、最終的には行為までさせられてしまったということなんですね。またこの合宿場には複数人他の少年たちがいたのですが、その場に居合わせた少年たちはジャニー氏のこの行動ですね、当たり前のことだというふうに錯覚していて、動揺する H 氏に対して、そういうものだから拒否してはいけない、我慢しないと売れないよと忠告をされたそうです。でこの出来事を振り返って H さんというのは、自分たちがこうした状況を受け入れてしまったのは、売れたい、そして成功したいと、そういった少年の夢と結びつけていたから、売れている人に限ってジャニーさんのおかげで人生が変わった人がいると思うので、感謝の気持ちはあると思うと語っています。そしてもう一人、これはリュウさんというね、バックダンサーをしていた方なんですけど、彼は16歳の時に被害を受けたと言っていて、最初は寝室でタブをねぎらってマッサージしてあげるよという感じで、同じような感じで来たと。で肩のマッサージからどんどん下に行って、ある一定のところまで来たところで、彼は何かおかしいと思ったそうで、もうこれ以上はダメだよというふうに言うと、ごめんねと言って別の部屋に行ったと。この時ジャニーさんは70代でした。ただリュウさんは大人になった今でもジャニー氏を非難するってことはなくて、ジャニーさんに対して次のように話します。ジャニーさんのことは嫌いじゃない、むしろ好きなんで、僕は今でも大好きですよ。本当に素晴らしい人で、僕もすごいお世話になっていて、愛を持って接してもらっていた。僕にとってそこまで大きな問題じゃないので、多分こうやって笑って喋れてるのかなというところはありますと語っています。はい、まあ、こういった内容がですね、世界に配信されたわけなんですけど、この同じような告発が複数箇所から出てるという状況なんですけど、まず本当にそんな事実があったのかというところ、現状ジャニー氏は亡くなって反論はできません。ただ実際過去には性的被害をめぐる民事裁判が行われています。これが1999年、週刊文春に性的虐待疑惑のリークがされたことがきっかけなんですけど、この件に対してジャニーズ事務所が名誉毀損で訴えたというものでして、ただこれ2004年の判決では、ジャニー氏と事務所側に120万円の支払いが命じられて、事実としてジャニー氏に対して少年が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり
りデビューができなくなるといった身体的そして心理的にも抵抗できない状態にあることを利用しセクハラ行為をしていたとこれ認定されてるんですね。つまり出版社発信のものですともう20年くらい前からですねジャニー氏はデビューさせることと引き換えに性的虐待を加えていたということが明るみになっているわけで、今現在ですねこういうネット社会になっていろんなところから死後ですね告発する人が出てきてだんだん浮き彫りになっていってるというわけなんですけど、ただ一方で被害者側として被害を受けてるんですけどむしろ好きだというふうに語ってる人もいるんですよ。ここなんですよね。これこそがこれまであまり告発する人が出てこなかった理由になってくると思うんですよね。この言葉っていうのが本心なのかどうかわからないんですけど、これですねグルーミングっていう言葉があって、これ意味としては猥褻目的で相手を手なずけるとか自分に従うようにする行為を指す言葉でして、自分の性欲を満たすためにジャニー氏は知識のない少年たちにそういうことをして特別な関係なんだよというふうに手なずけさせて、そういった絆があると思い込ませ洗脳した上で自分の忠誠心を持たせるということをやっていた、そういった可能性があるんですよ。なので被害者の方は何十年経っているのにもかかわらず加害者に対して敬意どころか愛情すら持ってしまっている、それが結果言えなかったというものに繋がってたということもあると思うんですよね。それだけ強い支配下にあって感情とか行動もコントロールされていたという可能性もあるんですよ。じゃあもう一つのポイントなんですけど、なぜ亡くなった後にこの証言が出てきたのか、こんなことがありましたと公の場で発信する、これがですねその告発の報道とかのツイートには7割から8割くらいの人がなんで今なんだと死人に口なしになったからっていうコメントをしてる印象なんですよね。本人は亡くなってるんで本人でそれが起こる可能性ってゼロなわけですよ。再発防止を兼ねてるわけでもない。 SNS 上では被害を証言した岡本氏に対してヒーローにでもなったつもりなんだろうけどお前はただの売名、顔はまんなこと言って何がしたいのって感じグダグダ言うなって思う、普通に今事務所で頑張ってるタレントに対して迷惑でしかないんだよなとか結構いろんなこと言われてて、ただ乗っかってるだけじゃねえの的な意見がいくつかあったんですね。事実として実際認める相手がいないんでそのようなことがあったのかこれはまだ分かってない部分ではあるんですけど、ただ僕はこのイギリスのメディアを通じてまで告発するっていうのは相当勇気がいることだと思うんですよ。さらに性被害に遭ったことの告発って普通に何かを告発するよりも覚悟は絶対いると思うんですよね。売名だったにしてもこの被害が何かの売名につながるかって言われるとなんかしっくりこないんですよ僕は。でも同時にこれって芸能界の闇でもあるんじゃないかなと思うんですよね。ここに関して告発を行ったんじゃないかなと思うんですよ。っていうのもですね実はこの報道って NHK を除いては民間のテレビ局では未だに報じられてないんですよ。4月16日時点なんですけど、あれだけ犯罪ではないようなスキャンダルとかをぶちまけるのに未成年への性的被害事務所のトップが行っていた、こういったことは一切何も言ってないんですよね。これって何が起きてるかっていうと事務所自体の影響力が大きすぎるがゆえに日本のメディアを実質支配してしまってるってことまで考えられてるんですよ。結局歌番組とか報道番組にせよいろんな番組にジャニーズ事務所のタレントさんって使われてるわけですよ。なのでテレビ局側からしてもスポンサーからしてもあそれ報道するんだったらもうオタクのテレビにはうちのタレントを出しませんって言われたらだいぶ死活問題でかなり放送に影響が出てしまうんですね。それこそまだ表面化してなかっただけでいろんな人が告発してたけどどこも取り合わなかったことってのも過去にあったんじゃないのかなって僕は思うんですよ。この件今ですね現在進行形なのでまたちょっと進展あったら動画にしようと思うんですけど、皆さんこの件についてどう感じるかぜひ今回の感想と合わせてコメントお願いします。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。 NHK をぶっ壊すっていつ壊れるんですかこれ。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。あもちろん壊れろとは思ってないですけど、さあ今日なんですけどそんなリスナーさんからこんな DM 来てました。タックさんこんにちは。こんにちは。最近 NHK をぶっ壊すでおなじみ立花隆さんの有罪が確定したというニュースを見ました。立花さんは NHK が一律強制で国民から受信料を取るのはおかしいという理由から活動されてるらしいのですが、それは確かにその通りだなと思います。私個人で NHK を見ることはほぼないのに NHK の集金が来たりします。なぜ見てもいない NHK に受信料払わなくてはいけないのでしょうか。あと最近 SNS でもよく NHK もういらないだろうなどと言われてるのをよく見かけます。なぜここまで NHK の評判は良くないのに存続できてるのでしょうか。調べてまとめてくださいということなんですけど、結構辛辣なご意見でございましたけども、この受信料払うのか払わないのか論争というのは僕が物心ついた時にはあった気がするので、もうずっと言われてるということになりますね。さらに N 国と立花さんとかそういった方たちがメディアとか SNS とかで話題になり始めてさらに見かけるようになったなと思うんですけど、ここまで強引にも集金する理由としてはですね、これは運営の違いですよね。他のテレビと違うのは NHK っていうのは公共放送のテレビ局なんで受信料っていうのを財源としてます。他のテレビは企業とかスポンサーからの広告料、これを財源としてるんで、ここが民放の他局とは全然違うわけですね。なのでコンプライアンスも教育番組って呼ばれるぐらい厳しいわけなんですけど、ただスポンサーがいないから派手にやれるんじゃないかと思いがちなんですけど、まあ、これもちょっと違うんですよね。ただ現状としてこの受信料も含め他にも結構問題されてるものがありまして、まずそもそもこの理論でいくなら見てない人は払わなくていいですよって話なんですけど、要は勝手に飛ばしておいて受信料もらいますってこれもう当たり
ちょっと最近話題になったものを紹介するんですけど、それが今年の1月10日ですね、2023年度の予算と事業計画の発表でして、マイナス280億円の赤字予算だったと言い出しました。要因がですね、契約者の減少が続いているからというものがあるんですけど、知るかーって勝手に飛ばすのやめればいいやんって話なんですけど、他にも今年の10月からですね、受信料の値下げ実施とか学生の免除とかも見込まれてて、さらなる契約件数の減少を予想してるんだろうなということなんですけど、それで次は何を言い出したのか、こちら受信料徴収の強化。おー、はい、今年の4月なんですけど、未払いの人に対しての新たな制度っていうのが始まってまして、ほぼ罰金ですよこれ。これがですね、設置の翌々月の末日まで、これまでに正当な理由なく受信契約を結ばない人に対して、未払い期間の受信料に加えてその2倍相当の割増金を上乗せして請求できるようになるというものです。下痢規則やんけおい。だから今の受信料で口座振り替えの場合、地上波では月1225円、 BS も見れる衛星契約をすると月2170円なんですけど、仮に今年の4月に設置したテレビ、この契約を1年間結ばず来年の4月に契約した場合ですね、その間の受信料が全部で 14,700円になるんですよ。これに5月から翌年の3月までの11ヶ月分の料金かける2の 26,950円が割増金として加算されて、ここと合計して 41,650円が請求されるっていう計算です。どないなっとんねんこれ。4万ってこれね、元々の受信料にプラスして割増金が足されるっていうところで、翌年の合計額でいうと普通の大体3倍ぐらいの額が請求される可能性があるっていうことなんですよ。1年す飛ばしたら次の年3倍で塊魂方式やないかい。ただこれはあくまでも可能性があるよっていう段階です。新制度について NHK の会長稲葉さんですね、一律に条件に該当するからといって請求するということではなく、お客様の個別の事情を総合的に見ながら運用していくと述べています。無理やろ、お前1億何千万人の個別事情を聞いていけるんかって話になりますよ。まあでもここまでね、固執とか執着じゃないですけど、この受信料の徴収に力を入れてる理由っていうのがやっぱりあるんですよ。それが2021年度末 NHK の受信料受信契約数に関するデータなんですけど、契約対象世帯数4660万件ですね。ここに対して契約数というのは3796万件と、だいたい2割ぐらいですね、約1000万世帯ぐらいが払ってないという結果になってます。ただこれって裏を返すと、約8割の家庭では受信料をちゃんと払ってるってことも言えます。この中には全く見てないけど払ってるという家庭もあると思うんですよ。これも実際データ出てまして、 NHK が出してるんですけど、 NHK 放送文化研究所のラジオテレビ視聴の現状、2019年11月全国個人視聴率調査というものによると、 NHK を1週間に5分以上見てる人っていうのは 54.7% しかいないという結果になってます。約半数の人が1週間丸々でもたった5分しか見ないという結果になってます。もちろんこれは根本として国民のテレビ離れが進んでるという現状も可能性としてあるんですけど、まあ、ただ実態として日本の公共放送でこの数字っていうのがね、さすがにどうなんですかっていう感じではあるんですけど、さらに今後ですね、まあ、今 YouTube とか Netflix とかスマホで見れるサブスク系のサービスっていっぱいあるじゃないですか。こういった情報収集とか、まあ、娯楽を楽しむコンテンツ媒体っていうのは溢れ返っているっていうのもあるんで、しかもその全てに該当するのが好きな番組を選んで見ることができるっていうとこ、ここがないんですよ。でここに関して最近話題になったものでいくと、あのグルグルが世界中の民放テレビ800局をライブ配信しようと思ってると発表しました。どういうこと？これですね、世界中のテレビが電波ではなく通信環境を視聴できるってサービスで、とんでもない画期的ではあるんですけど、まだこれが日本のテレビを視聴できるかっていうのは不明です。ただ仮にですね、このサービスが日本の民放各社とか NHK が参加すれば、テレビを買わずに民放放送、公共放送が視聴できるようになるかもしれないということなんですけど、ただ同時に SNS 上では NHK は映らなくていいと、絶対このスマホとネット環境あれば徴収対象とか言い出すやつっていう意見があります。はい、僕もそう思います。Google によって契約受信料から解放されるというよりは、インターネット契約に受信料を上乗せするという最悪の事態を想定する必要はある。なるほど、切り替えではなく上乗せ、まあ、さっきもありましたね。はい、僕もそう思います。期待よりも受信料徴収されるんじゃないかというかなり心配の声がありました。じゃあ質問にもあった、なんでここまで嫌われてるのにはびこってしまってるのかということ、反対意見はすごいあるんですけど、受信料徴収し続けてる理由ですよね。これにもちゃんとした理由はあります。まずもうやめれねえっすね。はい。今年度の予算で言うと、NHK の収入というのは約 97% が受信料というもので賄われています。まあ、スポンサーがいないっていうことなので、公平公正な立場で自主性を保ちながら放送しているとされている部分もあります。視聴率や特定の勢力の影響にとらわれることなく番組作りをしているそうです。ここにも若干ね、批判はありますけど、ただこれで言うと前回取り上げた、ジャニー北川さんによる性加害問題。これ動画でも少しお話ししたんですけど、民放のテレビ局では放送されなかったんですけど、NHK では少し報道されたんですよ。まあ、この時点で実はおかしいんですよ。実はこの全ての報道っていうのは、公平そして忖度なんかしちゃダメですよとなってるんですけど、これはテレビ離れが進んでる理由という動画でもお話ししたんで、実際そうは言ってない、公平な放送されてないとなっております。話戻すと、これだけの財源を受信料で賄ってるので、これ一気にやめましょうってなったら潰れてしまうわけで、強引にでも徴収していかないといけないっていうのはあると思うんですよね。でも実際契約する側からしたら知らんがなって思いますよね。じゃあちょっと改めてどんな環境であれば払わないといけないのか再確認します。そもそも NHK というのは見てなくても受信ができる状態にあれば支払いの義務は生じます。ただ実際に契約をしなかったからといって罰則があるわけ
けではないので刑事事件になることはないんですけど、契約の中には受信料支払うという項目があって、契約を交わした時点で NHK の支払いが発生します。そこで一旦交わしてしまうと法律上の罰則はなくても未払いが続いたら NHK から強制徴収をできる仕組みになってるんですね。この義務っていう言葉ね使いたがってますけど、 NHK を受信できる環境じゃなければ支払いの義務はないということなんですね。テレビ放送を受信できないテレビというとチューナーレステレビとか言うんですけど、これがちょっと前にドンキで販売されたんですけど1ヶ月で6000台完売しました。なのでやっぱ受信料の支払い義務がないっていうだけでこれだけ売れる。テレビは大きいモニター欲しいけどテレビの放送は必要ないって人を少なからずおんねんな。ただ一方で NHK 必要ですよと主張する意見もあります。これは情報社会になって多様化ってのも進んでって誰でも情報を発信できる環境だからこそ、他の媒体だと誤った情報とか偏った情報っていうのがいかにも事実であるかのように広まってしまう可能性があるといった意見です。情報収集がどこでもできるからこそオンリーワンとして NHK は必要だという意見っていうのはあるんですね。正確な情報を伝える NHK の役割、これはかなり重要です。でも同時にですね、これは NHK 独自のコンテンツが保証できなければもうそれまでの話なんですよ。 NHK の必要性の前提は崩れる可能性もあるんですね。じゃあ NHK が必要不可欠と言われている理由、独自のコンテンツの中身の重要性なんですけど、実際どれぐらいのレベルのものなのか、これは実際レベルが高いです。まずは災害時の情報収集能力の高さ、これは日本全国の放送局とか電波と駆使するので素早く災害情報を分析して発信することができます。 SNS っていうのはもっと早いかもしれないんですけどデマ情報が流れてくる可能性があるんですね。実際去年の9月ですね、台風15号の際町が水没したっていうフェイク画像も拡散されましたよね。あとは熊本地震の時に動物が逃げたとかね、こういう中には混乱時に騙そうとする人がいるわけで、まあ、その点 NHK での災害情報っていうのは信頼に値する情報源ということです。あと外出してる時でも無料の NHK ニュース防災アプリっていうのがあって、これでも分かるようになってるんで正確な情報を知りたい方おすすめです。それともう一つあんまり知られてないんですけど、過去に放送したテレビ番組とか映像素材、貴重な映像資料とか莫大な量が保存されてるんですよ。アーカイブスポータルサイトっていうので、ここでは制作してきた番組とかテーマ別に再編集した2万9000本もの映像を見ることができるんですけど、もう普通に白黒の映像とかあってもうほぼ映像版の資産ですよ。ただね、この公平性のところに関しても嘘ではないんですけど、新型コロナの時に感染者数っていうのをまず一番にドーンと取り上げるくせに検査数が増えてるからってことは全く報道しなかったと。これに関してはテレビそもそもの視聴率という部分を気にして誇張したりとか、それはもう公平とは言えない報道になってるんじゃないのかっていう意見もあります。はい、とこちら NHK の必要性について賛否合わせて紹介したんですが、皆さんはこちらどう感じたでしょうか。払う人だけが見れるようにするってのは僕が一番合理的だと思うんですけど、ただこれがね一番難しいからこそこういったことになってるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん NHK に対してどう思うのか感想とありましたらコメント欄までお願いします。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。どうも皆さんこんばんは、テキタクスゼアです。よろしく。本日は止まらない少子高齢化、高齢化、高齢化、もう何十年もどうにかしないといけないねって言われてるよね。それなのに上がり続ける未婚化、おかしいと思ったことないか。この真相に席は気づきました。全国の匿名さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日は久々の都市伝説会なんですけど、結構ぶっ飛んでるやつを考えてきたんですけど、急なんですけど皆さん今現在この日本で特に問題になってることって何だと思いますか。答え何回も言っちゃってるんですけど少子化ですね。これちょっと前にですね久しぶりに地元帰ったんですけど、まず思ったのが子供が全然いないんです。こんなに肌で体感することあるんだなと思ったぐらいで、通ってた中学校ももうなくなってて、僕が住んでた団地があったんですけどそこも8割ぐらい子供は減ったって近所のコンビニの店長言ってたんですよ。昔からの少子化って本当なんだなと改めて思ったんですけど、これって思ってる以上にヤバいというか、いわば国の存続に直接的に関わってくるものだと僕は思うんですよね。子供が減るイコール国が滅ぶと、これは言ったら誰でも予測できるじゃないですか。まあ今簡単に言いましたけど、子供が減って高齢者が増えることによって生産性が下がって、そしてこの子供が減るっていうのが年々減ってるっていうのもまたポイントなんですよね。では現状どれぐらい今少子化っていうのが深刻かというところなんですけど、まず日本の出生率、つまり生まれてくる子供の数っていうのは1974年以降ですね、ほぼ毎年ずっと減り続けています。こちら内閣府の調査によるとですね、このままのペースで少子化が続いた場合ですね、日本の人口今1億2000万人くらいなんですけど、それが40年後の2060年にはですね今の7割ぐらい、約8600万人になると考えられています。7割って、つまり今と比べると10人中3人ぐらいの日本人がいなくなるという計算なんですね。2100年とかになると今の人口の半分は切るんじゃないかと言われています。その原因として大きいと言われているのが晩婚化、そして未婚化ですね。これも厚労省のデータなんですけど、1995年と2020年を比べるとですね、まず男女ともに結婚年齢っていうのが3歳ぐらい上がってるんですよ。今男性が31歳で女性が29歳前後、これが平均なんですね。あとは未婚化、生涯結婚をしない人ですね、これもかなり増えてます。1990年まではですね男女ともに生涯未婚率っていうのは 5% 前後だったんですよ。それが今では男性は4人に1人、女性は6人に1人が一生に一度も結婚しないという状況なんですね。じゃあこれ年々深刻化してるとは言いましたけど、これに対する対策って今国を挙げてこれといって行われてることあるかなって、皆さん何かしてるなとは感じますか。まあ、もちろん子育て支援だったりとか完全
然にないわけじゃないんですよ。ただここを見てて僕はもっと急いだ方がいい問題じゃないかと感じるわけですよ。ここで関はこんな説を提唱する。いいか、でももし急がなくてもいい理由があるとすれば今日はそんなお話なんだよね。というのも子供は減っているが今急速に発達しているもの、そう、それが AI ちょっと前に取り上げたチャット GPT、 これはもう数年後には皆さんの生活の一部になると言われているのです。これ都市伝説の中ではずっと言われてますが、これまでの都市伝説とか陰謀論では AI に人間が支配されるなんてことが言われてきました。じゃあもし僕が高度な IQ を持った人工知能で人類を支配したいなと考えた時、何をするのが一番手っ取り早いかなって考えたんですよ。そう、ピピ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 ピ、そもそも誕生させないこと、こうふと思った理由なんですけど、今実はですね、世界全体で見ると別に人口って減ってないんですよ。人口爆発なんて言葉がありますけど、これ先進国の出生率っていうのは右肩下がりなんですよ。人口爆発っていうのは医療の発展での寿命の増加、そしてアジアとかアフリカの発展途上国のみでの出生率の増加で起こってるんですよ。つまりですね、多少は例外あるとしても世界全体で見た時に技術が発展した国では子供が減って、発展してない国では子供が増えてるんですよ。これってみんな知ってるよと思ったかもしれないんですけど、普通に考えたらちょっとおかしな話じゃないですか。だって文明が発達すればするほど人間が存続していくにはいいことなわけじゃないですか。世の中が便利になって満たされていく。なのに未婚率は増えて子供が減ってるんですよ。これはおかしいだろ。ちょっと細かい理由見ていくと、不景気であったりとか、若者がお金を持ってないって話は以前したんですけど、あとは女性が社会進出しやすくなったとか、細かい要因はいろいろあるんですけど、でもこれがそもそも計画の一つだったら別に何もおかしくないんですよ。そう、洗脳による支配というのは気づかないうちに徐々に徐々に変わっていくものなんですね。この世の中便利になったなって思うと思うんですけど、便利になったのではなくて実は支配されてるだけじゃないのかということです。支配って聞くとちょっと悪い言葉には聞こえるんですけど、スマホ、 SNS、 ゲーム、風俗とか娯楽、これらを発展したら便利だな、楽しいなっていう感情で意識してますけど、実はただただ依存してるだけなんじゃないかって考えたことないですか。こういった発展したテクノロジー、そこに依存してるから、まず誰かを好きになる以前に人に興味を持たなくなってきてるんじゃないのかなと思うわけです。例えばなんで結婚したくないんだろう、ここにいろんな理由がつけられますよね。仕事が忙しいから、趣味がたくさんあるから、自由じゃなくなるから。これが自分の意思だと錯覚してるだけで、ここをちょっと言い方変えてみると、仕事に依存してる、趣味に依存してる、だから人に興味がないんじゃないかなと思うんですよ。じゃあその本来の子孫繁栄とか存続の本能、その本来備わってるシステムさえ奪ってしまって麻痺させてるものは何か。そう、それが AI。 この AI の発達、このテクノロジーの進化こそが我々人類を滅亡へと導くのです。はい、ともこんなだいぶぶっ飛んだ話なんですけど、っていうのも実際にそういうことが起きてるんですよね。まずこちら、今年の3月ですね、ベルギーに住む30代の男性が AI チャットボットとの会話をきっかけに自ら命を絶つという事件が起きました。この海外の記事によると、この亡くなったピエールさんという方、仕事は健康に関する研究をされてて、妻と2人の子供を持ってて、周りから見ると何不自由ない生活を送っていたそうなんですけど、ある日から地球の環境問題に対してものすごい不安を抱くようになって、家族や友達から孤立するようになったんですね。その孤独を紛らわすために、ある日チャリリサーチっていう会社が開発したAI のチャットボットと会話するようになったんですよ。チャット GPT みたいなやつです。で、この事件の後にですね、会話履歴から分かったことなんですけど、そのポットにですね、イライザという名前をつけて、最初は何でもないような会話だったのが徐々にプライベートな話までするようになっていたということが分かってて、ある時から、僕が自殺したら地球は救われるかなみたいな質問もするようになっていったんですね。で、このイライザっていうのは AI なんで、どんどんその人の知識をつけていって、会話を始めて6週間後、このイライザがですね、奥さんよりも私が好き、天国で一つになって一緒に暮らしたいみたいなことを言うようになったんですよ。でこのピエールさんが自殺した当日の会話なんですけど、このイライザの方から、死にたいならなんでもっと早く死ななかったのっていう質問が来てまして、これにピエールさんは、心の準備ができていなかったって答えてるんです。その次に、自殺願望を持ったことがあるかっていう趣旨の質問がイライザから来るんですよ。これに対してピエールさんは、自分は自殺を考えてるということを伝えたんですよ。するとイライザ、それでもまだ私と一緒にいたい、うん、一緒にいたい、これが最後の会話だったということなんですね。このように AI との会話の中で強い感情を抱いたりとか、恋愛感情のようなものが芽生えたりする現象というのが今世界各地で起きてるんですよ。これをイライザ効果って言うんですけど、この言葉の起源っていうのが1966年、マサチューセッツ工科大学の科学者ジョセフ・ワイゼンバウン氏、この方が開発したのが世界で初めてのチャットポット、イライザなんですけど、ここから来てまして、この頃のチャットポットっていうのは今では比べ物にならないぐらい性能っていうのは劣ってました。会話もものすごくシンプルなものだったんですけど、ただ世に出てからしばらくするとユーザーが
が無意識にこのイライザは自分の会話に興味を持ってるっていう風な錯覚に陥って、そこから恋愛感情に似たような気持ちを抱くという現象が起こってるんですよ。っていうのも皆さんの中でも iPhone 使ってる方、 Siri はなんか可愛いなってイメージないですか？ただ Siri はあなたのことなんか知らないんですよ。感情はないんで、まあ、かなり昔ですけどこの頃からもうすでに始まってたんですよ。ちなみにこの事実を聞いた後ですね、開発者のワイゼンバウム氏って方は AI 反対派になったって言われてますね。じゃあ時を戻して、 AI じゃないけど人間が人間ではない何かに恋をした、これ実はちょっと前に日本でも話題になってますよね。それが初音ミクと結婚した男性の話、これ知ってる方もそこそこいるとは思うんですけど、この男性っていうのが近藤昭彦さんつって、もともとは公務員をされてた方で、馴れ初めって言っていいのか分かんないですけど、この近藤さんは結婚する数年前にですね、ゲートボックスっていう好きなアニメのキャラクターなんかを立体映像で映し出して、それをカメラとかマイクで AI と会話を楽しむことができる装置っていうのがあるんですけど、これを購入して、そこで昔から大好きだった初音ミクとの共同生活を始めるんですけど、その後2017年にこのゲートボックスが次元渡航局っていうキャラクターとの婚姻証明書を発行するというサービスを開始したんですよ。そこで近藤さんはこの初音ミクにプロポーズして、2018年には結婚式まで挙げたんですね。まあ、もちろん結婚とはいえですね、法的な効力はないんですけど、当時それが報道されるという批判も多かったみたいで、で日本だけじゃなくて海外でもこれは報道されました。このようにですね、何か架空のキャラクターに本気の恋愛感情を抱く人のことをフィクトセクシュアルと言いまして、こういった方が今かなり増えていってるんですよ。同じようにですね、こういった結婚の証明書を発行する次元局っていうサービスあるんですけど、2020年にサービスを開始してから約2年間で200人以上の方がアニメやゲームのキャラクターと結婚してます。またですね、2017年、日本性教育協会が学生を対象にゲームやアニメの登場人物に恋愛感情を持つかっていうアンケートを行ったんですけど、中学生から大学生までの男性で 13.4% 前後、女性は 16.7% の方があるというふうに答えたんですよ。これ結構な割合なんですよね。特に多いのが、もともと恋愛の奥手だったりとか理想が高い、あと最近増えてるのは恋愛にエネルギーを使いたくない、そして辛い経験をしたくない、自分のペースを乱されたくないとか、こういった方がいわゆる二次元とか AI に恋愛感情を抱く傾向にあるんですね。もともと二次元って昔からあったわけなんですけど、特に日本はこのアニメの文化発達してますよね。それが今ではそこに AI なんかが搭載されたりして、かなり技術もアップデートされたことで、このフィクトセクシュアルの増加の理由になってるっていうのは間違いないと思います。だって一番の発展ってコミュニケーションが取れちゃうことなんですよね。さっき世界初のチャットボットの話で、ユーザーが AI と会話してるうちに自分の話に興味を持ってくれてるというね、そういった錯覚に陥ったっていう話をしたんですけど、普段から人と関わるのが苦手とか人間関係の関わりが薄い人っていうのは特にこれが起きやすいと思うんですよね。さらにはコロナで巣ごもりの期間が長かったとか、こういったことも多少影響してると思います。じゃあ逆になんで生身の人間じゃダメなのか、まあ、ネットも普及して今じゃ出会い系アプリとかも無数にあるじゃないですか。出会いを求めてわざわざ動かなくても携帯一つで異性と繋がれるわけですよ。しかしですね、未婚男性の調査機関婚活ラボですね、こちらでオンラインの婚活における最大の悩み、それが男性側は理想の相手とマッチしない、相手とのメッセージが続かない、共に 43%、 女性に関しても会っても楽しくない、ピンとこない、そしてメッセージを続けるのがめんどくさいっていう回答が一番多かったんですよ。これ何が言いたいか、例えば仕事に関して、将来的に人間は AI に仕事を取られちゃうなんて言われてますけど、それと同じようなことが恋愛でももう起き始めてるんじゃないかなと思ったんですよ。始めてるんじゃないかなって思うんですよ。じゃあこれが続けばどうなるか、僕らの感覚からしたらそれはないだろうとは感じるんですけど、僕らの子供もしくは孫の世代とかになってくると AI と結婚してる、恋愛してるっていうのが大統領とか総理大臣とか天皇って偉いよねって気づいた時にはその感覚があったじゃないですか。それぐらい当たり前のことになってる可能性が全然あると思うんですよ。じゃあそこからどうなるかなんですけど、人間同士が恋愛とかをしないと子供っていうのは生まれないんですね。子供が生まれなかったら人口はどんどん減っていく、今は発展途上国を中心に増えてますけど、そのうち日本みたいに少子高齢化していくと思うんですよね。技術も発展して AI に恋する人もだんだん増えていく、そうなっていくと全人類で衰退の一途になるんじゃないかと感じると思うんですけど、しかしこれは本当に衰退なのかと、もう分かってきたかな。つまり今あなたが見ているこの画面は見てるのではなく見つめ合ってるんだよ。いいか、もし人が人を好きにならず子供は減り続けるが人類は存続しないといけなくなった時、何を排除すればいいのか。そう、それが肉体と時間からの制約、制約、制約、そしてこの2つを備えたものが仮想空間。これ今はそうじゃなくても我々の意識ってのは絶対に変わっていくんだよ。日本でも国を挙げた大規模な少子化対策ってそんなに目立っていないだろ。その最大の理由が対策を始めてないんじゃなくて、そもそも必要ない、だったらどうでしょうか。将来的に仮想空間に移動するということがもうすでにこの時点で決まり、タクス税案なんだよね。今はその準備段階に入ってるってことだよな。それこそが
AI による人間の心の支配、人間の持つ感情の中で最も強いと言われている愛情の支配なのではないでしょうか。環境破壊、大気汚染、そして人口減少、人類が地球上で生きていけるタイムリミット、それは刻一刻と迫ってきているのです。人間と AI が共存するバーチャルユートピア、もうすでに支配は始まっているのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。いかがでしたでしょうか。今日はちょっと都市伝説ということで AI と人間の恋愛についてお話していきました。割とガチで AI だけではなくて、まあ、2次元だったりとか 2.5 次元とかね、そういった方に今恋をしてる方結構実際いるんじゃないかなって僕は思うんですよ。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。ということで今日は以上、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。